おはようございます。キュートハウスです。2022年6月30日。えー、6月もとうとう今日で終わりになりました。今年の半分が終わりになりますね。すみますね。早いですね。<laughs> もうすぐお正月が来るぐらいの気分です。えー、あっという間の半年でした。えっと、ミーナとホッピーくんの黄色いこの子も。 えー、ロッちゃんところの1番2番3番ちゃんもみんな元気にしております。朝もご飯をたくさん食べました。えー、一番手前に肌色っぽい子が3番ちゃんですね。で、えー、っと、この子が1番ちゃん。で、この頭だけ見えてる子が2番ちゃんです。 ちょっとあの記録のために色を見たいと思います。ちょっとごめんね。ちょっとごめんよ。一緒にいたいよね。<laughs> ちょっとごめんよ。はい。えー、っとね。この子が2番ちゃんですね。ごめんね。はい。 えっと、緑の感じはないですね。で、この子が一番ちゃんです。どうなるかな、おい色ね。で、えー、一番下の子ですね。ここから色がどうなっていくのか、ちょっと経験不足の私には分からなくって、えー、記録として、 たくさん取って検証していきたいと思います。ね、みんな仲良しで良かったです。昼間もね。あの葉袋したり、ツンツンしたりしてね。仲良くしております。一番ちっちゃい子も負けじと。<laughs> 仲良くしてるのでね。ほんと良かったです。 本当はね、今日あたり素揚げああらフォーミュラついちゃったたのかかななん大丈夫かな今日あたり素揚げだったんですけどちょっと早くなりました、うん。まあ確実にこの1番2番ちゃんの色がちょっと違いますけどどういう色になるかはまた全然わからなくって。 はいえー、っと青い子ね1話ご予約入っておりますけど、えー、他の3話はあのまだご予約いただいてないので今だったらどの子かはお渡しできますのでねお気軽にご連絡ください。ご質問とかあの金額のこととかねご質問もあのお気軽にいただきたいと思いますけど興味本位の。 金額を確認っていうのだけはちょっとあのやめていただきたいなと思います。で、Cute h o u s はねあの、名古屋にあるんですけれどもあの、名古屋までお迎えに来ることができる方のみにお渡しになります。お互い動物取扱業があれば空輸でもいいんですけれども、あのちょっと私、空輸は心配なのでしておりません。あの手渡しで。 えっとキュートハウスまで来ていただいてお渡しで書類もサインしていただかないといけないという法律になっておりますのでよろしくお願いします。今日も元気にしておりますよでではでは